します。どうも皆様こんにちは。初めてお目にかかる方もいらっしゃると思いますが、藤原でございます。もうだんだん皆さん少しずつ発想変わってきたと思いますが、新しいことをやらないとダメだっていうことはお分かりですよね。まあ、仕事の内容なんかも変わる方もこれからどんどん増えてくると思います。もうやっぱりどうやったって元には戻らない、前に進むしかないと、このやっぱりですね漠然とした、なんて言いますか、感覚は日本でも広がってると思うんですね。元には戻らんから何かするしかないなという感覚ですね。これ重要なことだと思います。革命と維新というのは違うんです。革命というのはですね、切って別のものをつなげるのが革命なんです。で、日本はですね、実はその、まあ、明治維新でありましても、その前でありましても、戦後でありましても、同じところにみんなで同じように住み続けてるんですよ。まあ、その時はね、例えば薩長型とかですね、幕府型とかありましてもですね、まあちょっと時間が経つとも一緒にやってるんですよね。あれ、こういうの維新と言います。まあ、今の日本は革命という感じじゃないと思いますね。やっぱり維新ですね。したがってそのじわっと進むんですが、じわっと進む分だけですね、変化は絶対元に戻らなくなります。ですから今日は後半の方はね、グレートコラボレーションの話を申し上げますけども、やっぱりもう時代の潮流ってもう前からずっとできてます、私に言わせますと。したがってですね、そこさえ押さえておけば、まあ、あまりですね狼狽することもないかなと思います。それから後で株価を見ますが、今回は皆さん大きいところが大変ですから、中堅以下の会社や個人はいくらでもやりようがあります。まさに逆に言うとですね、中堅以下の会社とか個人は大チャンスです。隙間だらけになるから、やるべき仕事たくさんできるから、だから意欲と、意欲さえ続けば。諦めちゃうってのが多いんですよ。これが一番もったいない。10人ぐらいでやっております部品屋さんがね、金属加工の、まあ、諦めちゃったらやめるってわけですよ。そんなやめることないなら、あんたそんな技術があるんなら他いくらでも活かせるんだろうっていうのにね、やっぱ後継者がいないんですよ。ものすごい技を持ってなんか後継者いないから、この際閉めちゃうってわけですよ。一番もったいないですよね。技さえあれば何でもこれから作るものある。だから諦めさえしなければ、中堅以下は個人もいくらでもチャンスがあります。ところが諦めないのにどうもならなくなってきているのが大きいところです。一番が大国です。アメリカ、中国、もう分裂ですね、あれはね。で、ヨーロッパもイギリスが分かれちゃって、まあ、あれ分裂ですね、正直言ってね。それから株価見ますが、大企業の株価はとんでもないことになってますよ。日経平均だけちょっと上がっているように見えますがね、個別株これからご覧に入れますから、どういうことになっているのか、大企業の個別株を見ると、あら、もう元戻らないですね。どうするんだろうと。要するに何の知恵もないから、みんな黙ってるだけです、あれね、はっきり言って。だから大きいところが大変です。したがって、まあ、政府ですね、日本で言っても政府が一番大変です。まあ、そんなことありますから、立ち位置をよく確かめてですね、どこに向けて攻めていけばいいのか、逃げるんなら早く逃げる、で諦めたら終わりですから、どこに向かって攻めていくか、まあ、このコロナの間にぜひ考えていただきたいんです。まあ、4月から始まる1年間とね、2020年度といたしますと、まあ、2020年度は大抵のところは業績悪いですよね。まあ、10社のうち 1社ぐらいはですね、業績いいところありますね、こういろいろ見ててもね。業界によってはもっといいところもありますけども、まあ大体総じて言ったらですね、この今年度は10社に1社は、まあ、業績はあまりよろしくないか、悪いとかいいところ多いですが、そういうところもですね、実はね、2021年度になったら悪いからどうするんだっていう対策がしっかりできてないとお手上げになっちゃうんですよ。2020年度は悪いと、みんな悪いんですよね。どんな業界、大抵の業界は悪いし、大抵の会社は悪いんですよ。それを踏まえて21年度はこうやって立て直すって話がしなかったら、銀行は金貸さないですよ、多分来年は。銀行だって来年はですね、コロナが明けてきたらね、コロナやってる間はですね、銀行もいろんなこと言わないでしょうけど、コロナが終わったら早速言いますわ、お宅は続きますかねっていうこと。コロナで貸した金使い果たして、あと次がないっつったら、もうその次貸さないですよね。終わっちゃうじゃないですか。だから要するに、コロナは大変で金も使ったけども、これからこういうことやって立て直すんですって言わないと次の金来ないでしょ。切実ですよ。ですから皆さん、だからこのコロナやってる間にぜひぜひ、来年の春ぐらいまであるでしょうから、21年度の計画はきっちり作ってください。すごい字を出しよるなと、ここでも紹介したことありますよね。吐くと。で、本当吐き出しちゃいましたよね。河合事件も吐き出したし、安倍さんも吐き出しちゃったし。
からこれからバイデンのもっと出てきますよ。バイデンとかいろんな不正がね、みんな吐き出すんですよ。で吐き出すと楽になりますからね、吐くと楽になりますから。で来年はですね、明け物であります。いよいよ来年は日が差してきますね。来年の今ぐらいになりますとですね、まあ、なんか日が差したなって結構みんなわかるんじゃないですか。あの暗い時っていうのはですね、真っ暗ですから不安なんですよ。不安でどうしていいかみんなわからない。で小さな電気をそれぞれ置いて、その小さな電気のもとに集まってますから、みんな一つの方向を向くってことはないんですよ。こう小さく小さくまとまってやってますがね。でそこから外れると真っ暗闇だからこう危ないんですね。しかし朝日がパーッと差してきますよね。そうするとね、朝日見ない人っていませんから、例えばキャンプ場なんかでも何でもね、朝日が出る、みんな朝日見ますからね、ご来光もそうですが。それが明け物なんですよ。日の出のことです。明け物でだんだん明るくなってくるでしょ。危なくないんですわ。危なくない、どこ行っても危なくない。これがね、明け物なんです。どうも私はこの平成の時代に明け物は一回はなかった感じがするんですねでやっとなんか来年ぐらいですね、明け物になってくると思うんですが、その日の出の前が一番寒いんですよ皆さん。日の出の前が一番寒いんだ。これから半年9ヶ月が私一番寒いと思います。ゾッとするような話とか、とんでもないとか、まあ言ってみれば明治維新の直前みたいなもんですね。どうしましょうとか、昭和20年の、ね、3月の東京大空襲でしょ。で8月が、終戦の詔書ですね。あの間ぐらいなもんですよ。もうこのままそれ地獄の、ね、殲滅戦になっちゃうのかという、それぐらいの感覚すら持ちうる状況だと思います。これから半年休暇です。でもそこを越すとですね、明け物だと思います。じゃあその間寝てりゃいいのかというと、そうでもないんです。明け物になるということはコロナ後ということだから、もうこの時に対応できてないと浦島太郎になっちゃうんです。浦島太郎になって呆然自失になっちゃって何もできなくなりますから、むしろこの間が大事なんです。